すると風で向きがこれ私右にやってこっち今出てないですよね。で左にやると出て、あ、本当だ、出ない。え、何これ、これですか、こう、今離してみますね、はい、あ、もうブレーキ踏んだみたいになるんだ。そう、じゃあちょっと踏んでみますね、せーの、よっ、うわ、すごいこれは。だって私の体今浮いた。車の話出張坂戸店のオーナーです。イエーイ、始まりました。始まりましたね、はい、今回も、ロアチ江崎ロアさんとやらせていただきます。よろしくお願いします、はい、おなじみ双子の2人で、はいはい、紹介していきたいと思います。レギュラー狙ってますよね。はい、江崎ロアレギュラーちょっと狙ってます。はい、はい、ひろきさん大丈夫ですか、レギュラーの座奪われそうですよ。全然来てくれないんで私が取っちゃいますよ。はい、ということで今回はですね、なんかとんでもない車が、はい、そうなんですね、ちょっと視界に私今入ってるんですけど、はい、もう眩しくて全然見れない、レフ版みたいな感じになってますよね。今すごい光り輝いてます今、はい、僕もねこっち見れないんですよ。眩しすぎてすごい車なんですよね今回、はい、というわけでとんでもない車今回ご紹介させていただけることになりました。行きましょう、こちらです。じゃじゃーん、すごい、テスラサイバートラックです。初ですよね、初、うん、今回はですねそんなサイバートラックを一緒にご紹介してくださる方をご紹介したいと思います。テスラの大塚さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テスラの大塚と申します。はい、こんな素敵な機会をいただきましてありがとうございます。とんでもございません、よろしくお願いします。ドキドキですよね、はい、もう嬉しくて、はい、今回こちらの車って今ちなみに日本に何台あるんですか。これはですね、あの今日本に1台だけ、1台、貴重な1台を1台今日はちょっと持ってこさせていただきました、はい、ありがとうございます。まずやっぱり外装ですよね、はい、何よりもね、これオールステンレスですか。はい、特殊なステンレスを採用しておりまして、はい、まあこういった見た目のままですが直線基調のデザインになっております、うんうん、はい、ちなみに特殊なステンレスというのはどのあたりが特殊なんですか。厚みが、はい、とてつもなく厚いステンレスになってまして、マシンガンであったりそういうのを打っても貫通しないボディ、はい、相当分厚いんだろうな、ね、はい、タイヤ大きいですねこれ。大きいですね、はい、やはりもともとがアメリカのフルサイズピックアップっていうカテゴリーの車両になりますので、はいはい、そうすると、まあ、そのカテゴリーでいうとそこまで大きいわけではないんですけど、うん、はい、ただもう見た目からしてかなりインパクトのある、ね、これサイズってちなみに全長全幅全高どれぐらいですか。約になりますが全幅で 2.4 メーター 2.4 、はい、全長はまあ大体 5.7 メートル、はい、トラックですね、通常の車の1メートル以上長いような感じでしょうかね、はい、はい、で全高は約 1.7 ありがとうございます。コンセプトカーのままのデザインが本当にそのまま出てきたような感じしますけれども、これなんかライト周りも結構特殊っていうか独特ですよね、うん、そうです、上に見えてる部分がポジションランプになります、はい、どこが全然わからない、はい、上も下もそうですね、はい、このこれめっちゃ気になりますよね。めちゃくちゃ巨大ですねこれ。これ1本しかないんですか、ワイパー。普通の車は2本でこう動かすじゃないですか。はい、こちらは1本ですね、はい、すごい後ろもシンプルでシンプルです ね、 ね、もう私前か後ろか私最初どっちか分かんなかったですもん。さっき開け方を教わりました。ここを長押しすると、はい、こう開くらしいんですよ。でここの隙間に手を置いて、はい、開けるらしいです。どやってますね、はい、さっき大塚さんに教えてもらいました開け方が分からなかったんですよ私最初。これ初見分からないですよね。ボタンがだってないと、はい、ボタンもないし、ここにカメラもついてるしっていうところで分からなくて最初に恥をかく前に聞いておきましたもん、はい、さすがでございます、はい、じゃあもうぜひロアチ座ってみてください、はい、乗らせていただきます。よいしょ、高級車みたいですよ。もうすごい、シートが、はい、本当に会社のシート、うんうんうん、これデザインがすごいですね。なんかもうどこから突っ込んだらいいのかわからないけど、うんうんうん、まあ、内装本当にシンプルで、はい、余計なボタンが全くないじゃないですか、うん、ここら辺。ただこの画面がすごく大きいですよね。サイズが17インチの17インチ大きい。テスラやっぱ運転したことあるんですけど、みんなこういうパネルなんですけど、これ一番でかいですサイズ。一番大きいです。すごい。しかも画質もめちゃくちゃいいですよ。いいですね。安い。ステアリングのデザインもなんかこう、うん、レーシングカーみたいの持ち替えなんかが必要ない、もう あえてデザイン性 で、 そうです、ね、はい、すごい。これ切ってみたらいいんじゃないですか。いっぱいいっぱい切っ、目いっぱい切っちゃいますよ。お、あ、これで目いっぱい、はい、確かにこれだったら持ち替えいらない、いらない。え、片手で、片手でね、スイスイスイっていけちゃいます。すごいな、すごい。
すごい。もう私何なのかよくわからないけど、いっぱい書いてありますよ。これ何ですか？エナジー？あ、これは走行にかかるエネルギーが、まあ、最近のスマートフォンもそうですけど、どのアプリに何分使ってて電池消費してるよとかっていうのが出てくると思いますけど、それと一緒で走行にエネルギーを使ったのか、エアコンにエネルギーを使ったのか、このあたりが可視化できてますね。バッテリーなのか、はい、本当だ、すごい。あとはちょっとこの車両はつながってはいないんですけど、はい、YouTube であったり Netflix であったり、そういったものもそのタッチスクリーンで、はい、例えばウインカーを出していただくと、ウインカーこれですか、はい、これですか。あ、なんか出ました、なんか出ました、出てきた、すごい。今左が映ってる、はい、でこっち押すと、あ、映る、すごい、はい。この下のダイヤルは何ですか？そこはボリュームとか、そういったあの音楽の、はい、で右手のスクロールホイールはクルーズコントロールの設定速度であったり、デザイン一緒だからすごい。あとはこのエアコンの吹き出し口なんかももうデザインの中に溶け込んで、言われてみればない、あれですよね、はい、網のよくある、うん、で調整に関してはそのタッチスクリーンの左下の方に今19とか、あ、これ、はい、あ、本当だ、出てきた、はい、あとは指でなぞっていただくと風の向きが、上の向き、あ、その実際の、あ、今ちょっと止まってしまいましたね。あ、そうですね、その状態で、風の今そわそわ出てるところを、はいはい、なぞっていただく、このタッチスクリーンの方ですね。あ、ここ、はい、そこを、え、待って、すごいすごい、こうやってなぞっていただくと風の向きが、あ、やると風で向きが変わる。私右にやって、こっち今出てないんですよね。で左にやると出て、あ、本当だ、出ない。え、何これ、どうなんですか、こう映像で見れるんですよ。面白い、面白い。おお、開いた、よいしょ、失礼します。後ろも広いですよね。あ、後ろ広い。これ5人乗りですか？はい、5人乗りになります。よいしょ。で中央に奥にあのシャフトが通ってるわけではないので、はい、後部座席も座りやすく、はい、なってますね。だってこれ後ろにもモニターがついて、え、ここにもあるんですか？ここにも、本当だ、その風のね、向きが分かって、通常サイズのナビぐらいの大きさ、通常サイズのナビがもうここについちゃってる、すごい、はい、あと後ろに座るとこのガラ、うん、これガラスルーフです。そうですね、はい、開放感がすごい、すごい広い特にあの開閉はしませんが、うん、まあ、開放感と強度というところで、家の窓ですよね、はい、すごいな、これはなんかすごいしか出てこなくて、やっぱり語彙力がね、うん、なくなっちゃいますよね。なくなりますね。だってか、かえ、普段だって乗れないじゃないですか、こういう車。乗れないです、うん、乗れないし、はい、でもロアチ気づいたんですよ、はい、魅力的じゃないですか。魅力的ですね。でもやっぱり車って、うん、でも乗らないといけないですよね。わからないですよね、はい、正直、はい、試乗をさせていただきたいんですけれども。わかりました、ありがとうございますはい、というわけで我々テスラサイバートラック試乗させていただきます。いただきます。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。じゃあすいません、試乗をさせていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。あの、走りたいんですけど、どうやったらこの車走るんですか？はい、まずシートベルトは締めていただきますね、はいはい、あとはブレーキペダルを踏んでください。踏みました、はい、これでこちらに出てくるシフトレバーっていうんですかね、はい、これを車を上の方にスワイプしていただくと、はい、ドライブになります。あ、ブレーキが確かに戻ってきた、はい、これであとは、アクセルペダルを踏んでいただくと、はいはい、そのまま走り出します。あ、本当だ、あ、しかも全然切れ角が F1 みたい、はい、後輪も操舵してますので、そうなんですね、AWS で、はい、あ、本当だ、曲がってる、なんか横大きいなってやっぱ思いましたけど、うん、運転してみると意外と小回り効くんですね、今曲がって思いましたけど。かなり、そうですね、小回りは効きますね、通常のセダンよりも小回りは逆に効くぐらいな、はい、はい、え、すごい、何これ。山田さん、視界どうですか？視界がね、めちゃくちゃいいんですよ。え、ミニバンくら
外のあれですか。いやもっとね、あの視界自体はすごく開けていて、うん、まあ確かにサイズ感はやっぱりすごく大きいけど、うん、トラックっていうぐらいですもんね。え、すごい。え、何これ、この近未来感がすごい。踏むともうガッてスピード出ます。まあでも今は本当に、お、あ、すごい、すごい。アクセル離したら結構回線入るんですね。0キロまで止まりますので、はい、はい。じゃあワンペダルみたいな感じなんですね。そうですね。で今このチルって書いてありますけど、はい、あのまあリラックスというか優しい加速モードなので、はい、でもちょこっと踏むだけでやっぱすごくこう一瞬でスーって伸びていきますね。あ、すごい、このもうワンペダルで全部程よくブレーキできますね。すごいなこれ。これチルモード以外もできるんですか。はい、すごい、全部こうパネルで、はい、すごいですね。すごい、私全然わかんない、多分操作できない。今スポーツモードにしましたので、あのちょっとだけアクセルのレスポンスは良くなってると思います、はい、本当だ。いやいやいや、だって今、いや全然ね踏んでないんですよ。本当に1割2割ぐらいの範疇でしか踏んでないんですけど、もう急にガーンってきましたね、はい。あとこの車って結構重量あるはずですよね。そうですね、はい、約 2.9 トン。なんかその重さをあんまり感じないですね。車高も高いから重心高いはずなんですけど、あ、でもモーターとかバッテリーが下にあるから意外と重心が低いからですかね。かなり低重心な車になってます、はい。え、すごい。え、何これ、なんかいろいろ不思議ですねこの車。本当にブレーキペダル1回も踏んでないんですよ今。アクセル離すともうスピードが急に落ちる。じゃあちょっとグッてくると思うんですけど、はい、まあ、離してみますね、はい。あ、もうブレーキ踏んだみたいになるんだ。そう、じゃあちょっと踏んでみますね、せーの、よっ。うわ、すごい、すごい。これはだって私の体今浮いた。え、こんな加速するんですか。はい、びっくりした。だって今50キロしか出てないんですけど、50キロまでの加速がえぐかったですね。死ぬかと思った、急にあるから。さらにもう一つ上のグレードもありまして、はい、その名もサイバービーストって言われる最上級の、すでにビーストな感じしましたけどね。これよりも上があるんですね。はい、これもなんか 2.9 トンあると思えないぐらいこうスーッて、今60キロぐらいですけど加速しますね。いや、これすごいな。へえ。もう一個上のグレードって何が違うんですか。主にあのモーターが3つに増えまして、うん、あの後ろの後輪のトルクがさらにパワーが増しますね。めちゃくちゃ乗りやすいですねこの車。かなり、まあ、あのエアサスペンションの滑らかさと、はい、あとはこの AWS、はい、リアソーダが効いて小回りも効いて、はいはい、なんかその車格のサイズ感を全く感じないですね。ここでちょっと縁石乗っても全然気にならないですねこれ。振動も少ないですね、はい、うん、ガタンってこない。え、これすごいですね。なんか見た目のインパクトがすごい印象ありましたけど、これ乗ったらこれなんかすごく乗り心地よくて、本当になんかトラックじゃなくてなんか高級車ですね。なんか本当に滑らかな、滑らかですね、すごい。あとこの打角が小さくて済むんでめちゃくちゃ運転しやすいですね。ハンドルの持ち替えも必要なく、はい、いらないですよね、はい、すね。あとは速度域に応じてこの操舵量が変わるので、はい、これって前にもモニターとかあれなんですか、見れるんですか。はい、あ、全方向。あとこれ今全切りだけどめちゃくちゃ小回り効く。これ何これ、すごいですね。これなら狭くてもぶつからない。で後ろも、あ、すごい、はい、幅も変えられるんですね。完全に車幅に今ビビり散らかして運転してます、はい、僕は。画質がすごいですね、画面が大きいからいろんなものの視認性がすごくいいですよね、うん、ですね。このまま斜め伸びしちゃおうか、はい、はい、ありがとうございます。でこれで止まって、はい、ここの、シートベルトをもう外していただく、ここ、はい、これでもうパーキング。あ、本当だ、すごい、それだけで、はい、すごいですねこれ。なので毎回こうタッチスクリーンをいじる必要もなく、はい、あの人間の動作に忠実に、まあ、車も制御できると、何も考えなくていいってことですよね。
そうですね、ある意味、はいはい、でシステムをオフにする方法も特にないので、あとは扉を開けて外に出てドアをパタンと閉めるとシャットダウンになりますね、はい、まずこのボタンなんですね、これ。そうですね、はい、でちょっとこう腕で押していただいて、はい、あといろんなデザインがおしゃれですね、すごいこれ。はい、というわけで試乗をさせていただきました。ありがとうございます。まずはありがとうございました。なんかすごいですね、こう車幅を感じないというか車重を感じないというか、 なんでしょう、こうハイテクすぎてまだ僕にはとてもついていける乗り物じゃなかったなっていう印象があるんですけど、はい、とても滑らかででしたね、はい、も乗らせていただいたんですけど、うん、どうでした。段差とか全く感じなかったです。あえてさっきあの段差乗り上げてたじゃないですか、全然振動も感じなかったですし、車幅すごいやっぱ広いじゃないですか。運転しててどうなんですか、普通の車よりも。まあ、物理的に広いっていうのはありますけど、うん、ただ、運転自体はすごいしやすい車かなと思いますね、うん、はい、本当にまあ実際運転してみて車幅は 2.4 っていう数字を聞いて運転できるのかってやっぱ思ったんですけど、運転してみると意外とそこまで感じないというか、やっぱりここから今コースに出ていく時もすごいやっぱ小回りが効くので、うん、あ、こんな乗りやすいんだっていうところはすごく感じましたし、あと何よりもアクセル踏んだ時の加速がやばいなっていうのは、あれすごかったですよね、ストレート、ね、私浮きましたもん本当に。50キロしか出てないのにあそこまでの加速感がボーンって爆発的に出るのって、0、100やられたと思ったぐらいですもんね。力ってすごいんですね、うん、そうですね、はい、やっぱりあの今までテスラとしてこう培ってきたパワートレインの設計っていうのがまさに出ているところだと思いますね、はい、というわけですごい車でした。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、もうこれはね、ぜひ、ぜひもうなんか日本でも将来走れるようにしてもらいたいですもん。本当にね、街中で見たいですやっぱり、はい、心待ちにしております、はいはいはい、というわけで今回はテスラのサイバートラックを徹底解剖させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。